あ、義賊さん、義賊さんおめでたいですね。義賊さんが今日ですね、結婚発表。いやー、一言教えてほしかったけどね。嘘です。はい、全然いいです。いや、そもそも義賊さんとはですね、僕は結構いろいろマイクラも一緒にやらせていただいてるし、まあ、この前とかね、マリカとか、その前も去年は、アマースとかもね、結構いろいろご一緒させていただいてましたけど、プライベートの話、よく考えたらね、したことないんじゃねえと思って。義賊さんのプライベート、マジで、プライベートの話あんましたことないなと思って、全然こう、意外でした、マジで。はい、びっくりしました。少し寂しい気持ちになりますね。え、なんで、なんで、寂しいかな？嬉しいですよ、やっぱ、僕は。いやー、ま、どうする？でも、なんか今日の動画では義賊さん、なんか今後変わることはありませんとか言ってましたけど、もう結婚して全然人が変わっちゃったらどうしよう。結婚したらもう全然マイクラせんくなったやんみたいな。あ、教えてもらえなかったのが少し寂しい気持ち。いや、でみんなに言ってなかったんじゃない？わかんないけど。まあ、僕も、何を隠そう、結婚するとき、何の予告もなく、かつ、周りにもあんまり言わずに動画で発表しました。いや、なんか、わかんないですけど、まあ、これはもう社会人はまたちょっと違うかもしれないけど、僕の場合は、なんか、知り合いの YouTuber に、すいません、ちょっと、結婚発表、いついつするんで、みたいな。ちょっと自分からさ、言いづらいじゃん。やっぱ言いづらいと思うのよ。自分からは、なかなか。いや、ちょっと、結婚することになりまして、3月26、19時から、発表します！なんならその後生放送するんでチース！みたいな。言いにくいと思うよ、やっぱ。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。